こんにちは、マスタピログです。今回は障子を洋風の格子窓にリメイクする DIY をしてみました。ガラスの代わりに中空ポリカという素材を使って断熱性能にも優れた内窓に変えていきたいと思います。このチャンネルでは DIY や日常の Vlog などをお届けしています。よかったらチャンネル登録、いいねボタンをお願いいたします。それでは内窓のリメイク DIY を始めていきます。洋風の作りの部屋ですが、窓には障子がついている和洋折衷のデザインの部屋。壁や床を作り変えたこともあり、障子が似合わなくなってきたので、ずっと戸袋に入れて活用していませんでした。障子を閉めると結構圧迫感があり、部屋が狭くも感じていたので、洋風の窓に作り変えることにしました。障子を剥がします。あまり使ってなかった割にすぐ剥がれてくるので、そのために張り替え作業が発生していたりしました。そんな無駄な作業もなくなればいいなと思います。今回使用する素材は枠に使う角材と中空ポリカと呼ばれる透明な板。角材はヒノキの木材をホームセンターでカットしてもらいました。ガラスの代わりに中空ポリカと呼ばれる素材を使います。ハーモニカーブという商品名で売られていましたが、同じようなものだと思います。中が空洞になって空気の層があるので断熱効果があり、内窓によく使われる素材のようです。中空ポリカは何種類かホームセンターに売っていたんですが、これが一番安かったです。これもホームセンターでカットしてもらいました。これを自分でカットするのは無理だと思うので、すごい助かりました。図面をしっかり作成してミリ単位で寸法を出しておきます。不要な格子をカットして間引きます。カットしてしまうと元の状態には戻せないので緊張しますが、失敗してもどうにかなるだろうという気持ちで切ります。書き込まれた格子がクロスしている箇所が取れたので、ボンドで固定しておきました。今回2つの窓の障子をリメイクするんですが、1つの窓に対して障子が2枚で計4枚あります。意外に作業量が多いなと感じました。トリマーやカンナを使って格子を切り落とした箇所を平滑にしましたが、ここまでやらなくても良いかもしれないです。続いて中空ポリカをはめるために格子に購入した角材をつけます。角材をモールディングっぽく加工して装飾性を上げたいと思います。角材をトリマーで削ります。窓が4枚あり、1枚につき中空ポリカは4つ、4辺あるので角材は 4×4×4 で64本必要です。大量に削っていきます。ひたすら単純作業ですが、道具のおかげで効率的にサクサクと進んでいくので楽しい作業です。角材の先端をマイターボックスで斜め切りします。64本ある角材の両端なので128箇所斜め切りするんですが、これはさすがにしんどかったので別の方法を試すことにしました。大きい角材に複数のカットする角材を固定してトリマーで削ってみようと思います。適当に思いついたこの方法、割と問題ないようでした。一度にもっと多くの加工ができるように大きい板にくっつけることにしました。この方法で大量の角材を斜め切りすることができました。加工した角材を接着していきます。少しだけ両面テープを貼って、両面テープ以外の部分にボンドを塗ります。両面テープで仮止めしつつ、ボンドが乾いたらしっかりと固定できるかなと思い、この方法を選択しました。格子が太くなるので頑丈になっている感じもあります。トリマーで削った斜めの部分、トリマーが完全に45度ではなかったようです。若干隙間ができてしまったのが残念です。角材に両面テープを貼るのが面倒なので、一度にまとめて貼る方法を試してみました。並べた角材に両面テープを横断するように貼ってからカッターで切ると大幅に時間を短縮できました。64本の角材、1枚の窓に角材を貼り終えるのに1時間ぐらいかかりました。ゆっくり時間をかけて作業しました。クタクタに疲れますが、時間のある休みの日に作業して、夕方にビールを飲むと達成感があって最高の瞬間になります。塗装をしていきます。ペンキを塗るんですが、ペンキを塗る前にプライマーを塗っておきます。
前回使用した余りが残っていたので今回購入しないで済みました。1リットルで結構広い面積を塗れます。プライマーを塗っておくと塗った後の剥離が起きにくくなる効果があります。サラサラとしていて塗りやすいんですが無色透明なのであまり塗っている実感がありません。ペンキはベンジャミン・ムーアを使います。色はスタンピードという灰色です。この部屋の建具に一番近い色ということでこの色にしました。前回ドアをリメイクした時と同じものを使い回しているので今回購入せずに済みました。ペットボトルの底を皿代わりに使用します。ペンキの色はいろんな色を試したくなってしまいますがインテリアはまとまりが大事だなと思うので同じ色や同系色の色を選びます。夜に部屋の明かりで作業しているのですが暗くてよく見えなかったので結構細かい部分に塗り残しが多くなってしまいました。ペンキやワックスを塗る工程は達成感を感じやすく作業も楽なので DIY している中で楽しい瞬間です。ベンジャミン・ムーアは色数も3600色と豊富なんですがさらにツヤの度合いも7段階から選ぶことができます。ツヤがない方が海外風なこなれたおしゃれな印象になるなと感じているので今回使用しているのは一番マットな質感です。ツヤがある方が耐久性は増すそうなので使用箇所や用途によって使い分けるのが良いみたいです。あとは中空ポリカをはめるだけなんですがはめる前に小口部分をアルミテープで塞ぎます。このアルミテープも年始に換気扇を交換する際に使用したもので購入せずに済みました。換気扇を交換する DIY も動画で公開してるんですが自分の中では再生回数が回っていて自分で交換したいと考えてる人結構いるんだなと思いました。アルミテープを幅 1cm に細かくカットします。小口を塞ぐ理由は空気を閉じ込めて気密性を高めるのとホコリや塵が入り込まないようにするためですがホームセンターでカットしてもらう際に木材を切る機材で切ってもらっているので木くずがすでに入ってしまっていました。ある程度は掃除機で取れるんですが完全には除去できないので諦めました。中空ポリカを今回初めて触ったんですが断熱や防音などの効果の他にも光を通しつつ視線を遮ってプライバシーも保つ効果もありプラスチックみたいな素材なので安っぽいかなと最初は思ったんですがすりガラスのような品の良い感じで見た目も良いなと気に入りました。小口を塞いだ中空ポリカを窓枠にはめます。両面テープとガンタッカーで固定しました。ガンタッカーの刃がうまく入らなかったり打ち込んだ部分がへこんで見た目を損なうので両面テープのみかネジとかの方が良かったかもしれません。全部の窓に中空ポリカをはめ込み最後に歩行フィルムを剥がして内窓のリメイクが完成しました。障子だった和風の窓が中空ポリカのストライプが綺麗な格子窓にリメイクされました。光をたくさん取り入れながらも視線を遮ることができプライベートを守ることができます。しっかり閉めると想像以上に防音効果があり外の雨風の音を防いでくれるようになり部屋が静かになったように感じます。今は春なので空調はあまり使わないのですが冷暖房の効きにも影響しそうです。今まで窓をあまり意識したことがなかったんですけれども窓のクオリティが上がると生活の質が上がるなと感じました。光に影響する部分なのでインテリアとしての見た目にも直結する大事な部分だなと再認識しました。今回宇治窓でしたが古くなった外窓のサッシもいつか交換したりしたいなと考えたりしています。まだまだ直したい箇所がたくさんあるのでこれからも少しずつ DIY で直していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。